はい、皆さんこんにちは、アナリグルフィジです。では今回は信長の野望革新パーブギットをやっていきたいと思います。でここまでですね、信長の野望を全部やっていこうということで第一作から進めてきてまして、革新まで進んでいきました。で信長の野望は今月ですかね、大使のパープキット版が出るかと思うので、そちらもね、もちろんプレイしていきたいと思うんですが、まずは革新をやっていきましょう。で、革新はね、当時だいぶやり込んだんですけど、ちょっと UI を確認しようと思って見たんですが、もう完全に忘れてるんで、ちょっとぐだる可能性はあるかと思うんですけど、そこはちょっとまたいつもの通り皆さんから、アドバイスとかをいただければ嬉しいなと思います。で、シナリオは、本体版と PK 版と合わせて、7つ、8つかな、あります。で、PK 版の方は、覇王の後継者ということで、本能寺の変の後、それに加えて関ヶ原合戦に仮想シナリオの太閤の恩という3つのシナリオが収録されています。で、本体版の方は、群雄集結っていう一番下のね、57年3月の仮想シナリオの他は、尾張統一と竜花討つ、というようなところであるんですが、今回は、この義弟離反をプレイしていこうかなというふうに思っています。いつもは、桶狭間合戦が大概、信長の野望だとシナリオとして収録されているんですけど、今回ちょっとね、ドンピシャっていうのがなくて、近いのは竜子は相打つが近いと思うんですけども、ドンピシャのがないのであればということで、義弟離反、今回はね、やっていきたいと思います。で、内容的には朝倉攻めを指揮していた信長に異教法がもたらされた。義弟、長政の裏切りである。瞬時に対局を開始した信長の脳裏にかつて自らが手にかけた実弟信勝の顔がよぎった。またしても弟に裏切られるとはと、いつになく戸惑いと苛立ちを覚える信長に、長政の背後で暗躍する義昭の動きを看破する余裕はなかった。なるほど。まずここ信長は義昭これを報じて上洛後、諸大名にね、上洛して進化の礼を取るようにという趣旨の対応をしていくんですけど、これに対して越前の朝倉は従わなかったというので、越前の朝倉討伐戦を開始するんですが、そこはね、浅井長政、いわゆる浅井家ですよね、が朝倉と、昔から縁が深かったという関係もあり、信長を裏切って越前へ侵攻する信長を襲ったというのがね、史実になっていて、有名な金ヶ崎の退却戦というようなところもあると思うんですけど、ここの話になっています。でちなみにその時のしんがり諸説あるようなんですけど、秀吉とか光秀がね、その退却戦のしんがりを務めて、信長は周りに数十機しかいない状態で京へ逃げ帰ったというところのようですね。で、信勝の顔がよぎったというのは、信長が尾張統一戦の中で、実の弟、信勝に謀反をかけられたということで、一度許したようなんですが、再度ね、謀反の兆しありということで、勝家からの密告によって、病に伏していると。いう嘘の情報を流して見舞いにやってきた信勝を謀殺したというような話が背景にある部分だと思います。では今回、じゃあこの義弟離反、これをプレイしていきましょう。でプレイアブル大名はもちろん信長を選んでいくんですが、有力大名他で言うとですね、まずは武田ですね。武田の方はというと、国力やっぱり大きいで、金銭収入3万は大きいね。兵力も総兵力4万5000ですね。で、信長の方はというと、収入は2万8500、兵力5万というところですね。で、その他、毛利なんかも大国ではあるものの、収入面では、やや、信長、武田、有利かなというところですね。では今回は、信長でプレイしていきましょう。で、難易度は中級。登録武将、登録家宝。このあたりは特にやっていないので、このままにします。イベントは一応全部見ていきましょう。台風発生ね。これ台風って結構痛かった記憶があるんだよな。ただ、自然災害は避けられないということで、ありにしていきましょう。寿命は長寿にします。格姫出生は標準。で、内政とかね、このあたりも標準のままプレイをしていきましょう。では早速始めていきます。お、
竹中半兵衛重治だな。状況の説明ですね、確認しておきましょう。当期は徳川家と同盟を結んでいる、うん、でさらに今信長包囲網が結成中ということですね。で信長なんで鉄砲技術が優れていますというところになっています。で光秀は振幅していないということなので、まあ、早速金をばらまきましょう。ではちょっとね、全部を自分で操作していくと結構だるいので、まず軍団早速作っちゃいましょう。岩村、さらにそうだな、キヨス、ここを一つの軍団にしてしまって、任意攻略、任意輸送、まあ、この辺りはこれでいいかな。でさらにもう一個軍団作っちゃいます。これが、鳥羽と観音寺に桐山城、いや観音寺は自分で指揮するとして以上かな。桐山と鳥羽だけでいいかな。そうすると、どうしようかな、まあ、岩村城がちょっときついかなって感じはするけど、まあ、一応これで進めていきますか。軍団の数はね、ちょっとおいおい増やしていくとしてだ。さあでは内政から見ていきましょう。まあ、建設はそのまんまですね。技術があるので先に技術やりましょう。鉄砲から入れていきます。早米、信長は残しておきたいので3人投入します。118日ですね。ちなみに信長入れるとだいぶ時間は短くなって100日になりますが、まあ、今言った理由もあって、今回は信長は抜いておきます。であとはそうだな、金がなくて困っちゃうんで召喚を作っておきたいかな。召喚、お金が早速なくなってきてると思うんですけど、お金がないと話にならないので召喚を作ります。で召喚がないと取引ができなかったはずなんで召喚を作っちゃいましょう。であとはそうだな、矢倉とかは今すぐ必要ないので兵舎かな。まあ兵士数はどこであっても必要というところですのでね、作っていっちゃいましょう。お、観音寺優秀な武将揃ってるね。ざっと見ただけで秀吉、秀長、長秀、小六、勝家なんかが入ってるな。これむちゃくちゃ優秀ですね。であと金がすぐなくなって困るんで、岐阜の方はどうしようかな。職人町、門前町作っとくよ1個で、そこをベースにやっておくというのもありかな。ただちょっと立地的に微妙だな。なんかここぞっていうのがあればいいんだけど。でお金がなくなると話にならないので、ちょっとお金の状況を見ます。2924、きついね。懲罰で和夫で、下から光秀まで一律金をばらまきましょう。であとは外交、同盟、全部金がかかりますからね。探索はしておきます。でこれに関して言うと観音寺でも同じ探索を入れましょう。でちょっとお話し忘れましたけども、1枚マップで単成ではなくなってますんで、それぞれ指示した内容が終わり次第次の内容をね指示していきましょう。で画面の左上の方にねログがされますんで、ログがされたらガシガシと次の内容を進めていく感じになりますね。武将の数はいくらいても困らないので、元位か、政治90は美味しいね。やっていきます。じゃあ戦略画面開きましょう。戦略中は一旦画面、時間は止まりますんで、この間はねじっくり考えて指示を出していきます。召喚よ、召喚、召喚を立てたいんだ。召喚は立ったかな。一旦観音寺の方を見てみますか。
召喚は立ち終わっているであれば金が欲しいので取引、承認衆がいないと。そうだったっけ、なんかあったと思うんだけど、ちょっと他のマップも見てみる。登用できるね、登用しよう。関森信、孤独に行かせる。いや金がないときつい、本当にきつすぎる。バイバイだよ、バイバイ、バイバイしよう。他そうだな、今後の作戦を考えると最優先はちょっと周りの状況を見ますか。岐阜のマリーでオーダーニをいきなり攻めるのは無理なので、まずは甲賀衆なのか筒井城なのか、いずれにしても厳しい戦いになるな。延暦寺、オーダーニをいきなり攻めるのは無謀極まりないとは言いつつ、やっぱりオーダーニなんだよね。どこで敵を迎え撃つかというのももちろんあるんですけどね。兵糧は十分にあるので兵力と金ですね。これをもう一からかき集めていきましょう。で兵糧売却なんで、これもっともっと売却売却売却という感じでいきたいので、原因をちょっと勝家にこの任務任せるってどうなのっていう感じもするからな。水軍衆に話するのもおかしな話なんで、諸勢力と協定を結んでいこう。まずは甲賀の忍者衆、ここに長秀、毛利長秀も登用。探索の任務にも出しましょう。で軍事、いやちょっと無理だな、引き抜きもみんな忠誠度高いよね。天海が80、天海もそこまでしてほしいかっていう感じだしな、金をかけてまで。じゃあちょっと岐阜城の方に戻って建設していきましょう。金銭が欲しいんだけどな。あとはじゃあ公家町、これもちょっと金かかるけど、とりあえず町並み整えて国力整えないってことに話にならないので、一旦入れていきます。で原因をちょっとあれだな、移動させていきましょうか。畑水田も作っておいて、これで売りさばこう。で原因は一旦安土城に移動させます。で売買は安土城、ちょっと言えてないですね、安土城で行わせる。また観音寺城ですけど、勝家に任せてたら話にならないというところかな。で甲賀衆との折衝ですね。ただというわけにはいかん。金銭にして21,500相当の特装品、特産品をいただけるなら協定の件考えてみましょう。いや、金にしてよ。金にさ。金にしてって言いたい。いや、これ無理よ。477だもんだって。どうすりゃいいのよって感じだけどな。ただ甲賀衆味方につけておかないことには話にならないので我慢しましょう。で忍びの里も作っておいて、金金金よ金、安土城に行って金だ。
観音寺もちょっと城が、ああ、町並みが全然ないな。町並み作っておかないと、あっという間に苦しくなっちゃうんで、町並み作っておきましょう。で、金はいくらになった？金は。うわ、きつっ。金が全然ないわ。まずいな。売買したいわ。召喚をちょっと、増強したい。金をもっと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 だ。もっと金が必要だ。で、金は当面の間は兵糧を売ったものを、金に変えていくっていうのでいいと思うので、まあそのなんていうのかな、せっかく甲賀衆取り込んでる間にできるだけ率先してやっぱり小谷城を攻略しておきたいな。ちょっと待って、何してるんだ長松。軍馬5000、鉄砲5000、兵1万8000を岩村城へ送るんだ。まあ岩村城狙われる可能性あるんで、それはウェルカムだな。中村和氏、これは豊臣三中郎の一人ですね。お、そうですね、三中郎の一人となり、駿河府中14万石、まあ、能力的には見てもらった通り、まあ言ったって普通ですね。そうなのよ、金がないのよ。金が全くと言っていいほどない。このままだと無駄に離反者を出すんで、なんとか金を手に入れたいな。諸外国との契約っていうのはね、ポルトガル、イスパニア、オランダ、イギリス、ミンってありますけど、まあこれらの連中と貿易ができますよっていう内容だったと思います。パワープキットからのね要素だったと思うんですけど、さて困ったな、金はないのにどんどん人を雇っているこの状況、大丈夫か。金が欲しいな。召喚よ召喚、召喚を何とかして増やして、同人取引できる数を増やさないといけないな。朝倉が、おお、早速足利家へ寝返り等が出てきたな。まあかすな武将はこの際どうでもいい。問題は金ですね。金、いや、むちゃくちゃ足利が矢倉立ててんな、ここに。さて、長政が打って出てきたと、これは歓迎だな。むしろむしろ歓迎だ。出陣する。まず信長に2段打ち持たせた、鼓舞も持たせた鉄砲隊、これが7800。阿外長政隊を打ち破るというところですね。さらに利家の部隊3000、これも長政に向けて出陣です。ちょっとね、観音寺が心配かな。浅井攻略中に足利が打って出てきたりするとちょっと厄介ですけど、まあ、ここは全軍を持って出陣していきましょう。いやー、これむちゃくちゃ強いぞ。なんといっても統率101の半兵衛が率いる部隊ですからね。これも長政攻略に向かわせましょう。かしこまりました。でさらに秀吉の3000、これも長政攻略。
で、甲賀衆にも拠点攻撃、これをお願いします。これでどうだ、思わぬ形で浅井を先に滅ぼせそうだな。金がないんでみんな続々とこの信長を見限ってくれてはいるけど、さあ逃がすなよ、浅井隊は逃がすな。たださすがよ長間さん強い。お前知るがよい。いや実際強いよね長政やっぱり。先駆けできたか。どんだけ食らう。561も削られるか、まあ、信長が到着すればまた変わってくると思う状況は。明智隊が囲んで信長も撃つと、長政隊撃破した中で家康からの使者何、技術、しかも勝政が使者か。ここは条件で、そうだな、兵器学者とかいらないから、まあここは一旦どうまる。どうまるだな。いや金にしとけばよかった。金にしよう、金、金が欲しいんだ今俺は。で目標は一点小谷、承知いたしました。秀吉も目標は小谷、金はあるんで。ちょっと待ってね、なんかみんな帰っちゃおうとしてるけどさ、そんなこと言わずにちゃんと小谷を攻めましょうよと。行くぞ。光秀隊もそうだよ。光秀隊はただちょっと指示は出せないか。利家も目標は小谷。承知。金がないんだよ、全く金がないのよ。秀吉隊は一旦矢倉攻撃しとく。承知しました。浅井がどんくらい持ちこたえるかっていうのとは別に、朝倉からね使者が出てくる可能性もあるんで、秀吉の隊が危ないから、これは一旦都市へも矢倉攻撃にして、で増援を出させましょう。増援、待って、藤田方はどこ、筒以上狙うのか。よし、これは全然ありだ。字がどうよ、620しか兵残ってないもんな。小谷の攻略ちょっと難しそうだな。長秀に長重が生まれてますね。お、蒲生氏郷が来た。蒲生氏郷はでかいな。秀吉だけ矢倉攻撃そのまま続けさせましょう。岩村城に向けて敵が出てきたか。まあ、ここは既存の部隊でなんとかなるでしょう。
あとは信長の二段打ちが決まればよし、追い打ち無用。かしこまりました。目標はあくまでも長政。秀吉の部隊が壊滅したのはいいよ。目標はあくまでも長政だ。一人とて打ち殺しでないぞ。いやー、信長の二段打ちマジで強いだ。よし、あとは小谷を攻める。ちょっと半兵衛がきついな。利家は撤退。バカな、何をしてくれてる。行くぞ。いやー、小田にちょっと攻めきれないか。あとは岩村城が大丈夫かっていう心配もちょっとあるけど、まあ一旦は大丈夫かな。ただし軍をさらに出すのはきつそうだな。鳥羽港から、いや、五所、桐山五所から援軍出させたい。まあでもちょっと委任している以上は無理だな。委任の中で変えよう方針。信兼の部隊には目標を小谷へとスイッチ。マジかよ。ちょっと待って、このまま逃がすわけにはいかない。一人とて撃ち殺すでないぞ。敵部隊壊滅しました。よし、壊滅させたな。あとは小谷を攻めるだけだけど、小谷を攻め取るだけのあれがないな、その兵力が。どうする？一旦っていうところで言うと、いやー、星名隊とかどこめがけてんの？なるほど。上杉が攻めてくれてるということは今がチャンスだな。ここは一旦軍団を解いて、いや、軍団解く必要あるか。それじゃ意味ないよな。あくまでも小谷。ここまで来たら小谷城を落としたいよ。どうするよ。信長の2000じゃただ落とすのは無理だ。観音寺の2000、うーん、岐阜の1000、これでは落とせない。甲賀は何してる。最速だな、最速。拠点攻撃、水軍衆。あとはどうする。どうしても人材が足りる。むちゃくちゃ人いるな。滝川松茂は野党、あと優秀どころ、まあ、一旦こんなもんかな。しょうがない、一度撤退だな。
残念ですね。かなり追い詰めたと思うんですけど。ただカズマス対6000、さらに吉成対6500、この辺りが出てくれれば小田に攻略がさらに進みそうな気配はありますね。信長も78まで打ち減らされたか。田丸さん、蒲生家の家臣ですね。しかも氏里の妹をめとったって結構重臣だな。あまり知らない名前ですけど。河野家は毛利家によって滅ぼされたということで、早くも動きは出てるな。ちょっと数は少ないけど、やっぱりここは念押しのために3000の兵を出して、浅井の小谷を取ろう。ちょっと史実と違う順番でガリガリ進んじゃうけど、先にね、実際にはやられてるのは朝倉が先に沈んでるんですけど、ここは先に朝倉を、いや浅井を攻略しちゃおう。徳川家から交渉なんだ。金をくれれば何でもするよ。さあ、あとは小谷の徴兵を削っていきます。まあ、ここはね、兵糧攻めというよりかは確実に徴兵を蹴散らしましょう。ちょっと待ってね。そうなるとやっぱり軍団を一度解こう。信雄の軍、これを信長の軍に吸収させて、でだ、桐山御所から兵を出陣させる。ここが確実に小谷を取る、そういう意思表示だな。あと鳥羽からも兵を出陣、確実に小谷を取る。ここまで来たらもう小谷取らないと話にならないので取ります。
ちょっとこのマップの操作が慣れてないときついな。大谷城落城ですね。 OK だ。そしたら大谷には宇治里を入れよう。で他の部隊はそうね、一度戻ってもらえれば OK でしょう。でさらにちょっと先にね軍団元に戻しておきます。新設御所と鳥羽、これは一つに合わせますというところと、あと信長を一旦この後安土に移してとかね、ちょっと入れていきたいと思うんですが、長くなりましたので今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回ねまたこの続きプレイしていきましょう。まずは朝倉か、あもしくは大和の筒井か、この辺りになると思います。で防衛に関しては岩村城の強化を、ね、今後していく必要があるかなと思いますので、その辺りもやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。